蒸し暑さです。じめっとしていて不快ですね。東京は昨日の5月上旬並みの気温から一転、夏日に迫る勢い。暑さとともに気になるのが梅雨の湿気です。今日開けたらパンかびてました。湿度ですかね。なんか1日過ぎただけでまあダメなんだってびっくりしました。このジメジメ感、一言で言うとこんな感じでしょうか。深い生魚を扱う創業59年の都内の寿司店。食中毒対策が欠かせません。調子の良しです。油を手にね、頭がちょっとちっちゃくてさ、お腹ポコンと目たこんな感じ。マジでもなこういうやつなの。市場で仕入れた新鮮な魚は店に戻るとすぐに傷まないよう対策が取られます。使うのはステンレス製の入れ物です。こういう青物だと足早いからキャッパーを出てたんですけど、ステンレスの方が取り締まりポイントに注意してください。家でも活用できそうです。さらに毎日炊くご飯も保存の仕方を間違えると、前の日に米を研いで、まあ、ジャーニーでセットして、この状態で常温に置いておくといろんな菌が発生する。寝る前のセットに潜む落とし穴とは。
総員。梅雨の曇り空は特にユカカエデが映えるそうです。
つらかんねえ。虫を引き寄せ、効率的に花粉を運ばせるといいます。自分のためなんですね。湿った空気が本州に、6月終盤は蒸し暑さがレベルアップします。